疲れ様でした。みんなも見てくれてありがとうございました。あんまいいけどゴムがここがないし、グラビアポーズやばい。うわ、ありがとう、いっぱいギフトありがとうございます。グラビアポーズね、いや、やるつもりなかったんですけどね。うん、疲れありがとう。そうなんです、シンポジだったんですよ。でかいよ、誰かが見たい。見ました。はい、いいですよ、むし楽しかった。いやマジで今日本当に下手でした。本当に終わったもん、もうさ、デーブの目本当にさ、本当にひどかったです私今日。だからなんか本当に申し訳ない、本当にひどかった、やばかった、うん、やばい。あんなにミスしたの初めてですよ。なんでミスミス。こんばんは、ありがとう、ハートありがとう。そう、第6巻ポジ違う、最初からポジ違いましたよ。ちゃんと見ててよ、ちゃんと見てて。最初からずっとポジ違いましたよ私。泣きそうだなって思った、本当にね、やばかった。もうなんか、あ、終わったって思いました。もう途中から、あ、もうやばい、私本当にやばいみたいな。やばいです、本当に今日やばかった。こんばんはね、ひどい、みんな、なんで、なんで気づいてくれてないの、あんなにが、あんなあれだったのに。ねえ、言ったの気づい、ああ、うんうん、万華鏡立てほしい、気にすんなこと、本当今日幼い、嘘、体調気をつけるよ。いやマジでね、そう、オレンジ衣装です、今日オレンジでした。でもなんか個人的にはめっちゃ緑がしっくりきてるから緑がいいです。ベタ褒めだった、嘘、緑が寝れたよ、全然緑が似合うと思った自分で。ゼロ星だと思って、違くて、あれ、あー、そういうことね、そう、シンポジでした。3個目なの、私頑張ったでしょ、私頑張ったよね。ちょっとさ、頑張ったと思うんだよ本当に、頑張ったよ、もう頑張った。手紙、そう、手紙全員ですね。で、本当に本当に頑張りました、めっちゃ言い訳、鬼言い訳しますよ、もう今日に関しては。買い足した、ありがとう、うんうんうん、こんばんは、初見さん、ありがとうございます。やばい、本当に近づくとちょっとやばいし、いいじゃんな、本当に頑張ったんだよ、そう、全員が手紙書きたくなったんですよ。そうですよ、しかも最近毎回違うんですよ、伊藤さんの、確かに、あそこ、あそこね、フレッシュなのみたいなやつです。シンプルに毎回あの子にすぐ気づく、酔っ払いながら。そうだよ、花ちゃんが一番多いですよ、ポジ、花ちゃんが、嘘、私めっちゃさ、水のないプールさ、緊張して逆に変になっちゃった、もう下手でした、もうやだ、もう今日ずっと
もう終わってからできてなさすぎてもう本当にやだとか言って、はじめまして、本当に終わってからずっともう本当に最悪、もう今日終わった、今日の公演終わったとか言いながらずっと言ってました。もう本当にできてなさすぎて、キンキンラブリー、どうもありがとうございます。今日はガチでできてなかったんです、本当に下手くそだった。もうなんか、いや違うの、シンポジだから仕方ないってさ、それはもう言い訳なんです、もう言い訳なの、嫌なのそういうの。うん、初めてお話、ありがとう。そうだよ、そうだけどさ、違うの、だってね、だってね、このだって私は三個ポジションをそのやらせてもらってるってことは、蔵元できるって思われて、少なくともこの蔵元は覚えれるって思われてるから、こうやって覚えさせてもらってんのに、この出来だったらもう次からやらせてもらえなくなる。ハートありがとう。マジで言い訳すぎて、でもマジで見えてたのに嘘でしょ。まあ、みゆちゃん生誕は分かんないです、まだポジションが来てないです。だけどさ、でもなんか3個覚えてるけど毎回出れない。そう、第6巻だったよ。 3個覚えてるのに毎回出れてない。めっちゃ楽しかった、よかった。こんなこと言っちゃあれですけどね、こんなこと言ったらあれなんですけど、もうダメなんですけど、3個覚えてるのにもっと覚えなきゃダメかもしれない、毎回出るには。毎回出る枠は埋まってるのかな、何も来ないです。オレンジジュースが来るかも。手紙ありがとう。ちょっと待って、さすがにちょっと、そうだよ、はなちゃんだけだよね。なんなかった、めっちゃ良かった、嘘でしょ、めっちゃ失敗したとなったんだよ。でもさ、花が覚えたポジションさ、面白いんだけど、なんかもっと私は上に行きたい、正直、正直ね、正直本音を言っちゃうと、もっともっと上のポジションに行きたいです。そういう話です。こんばんは。もっともっと上のポジションで、もっともっと前に出るポジションでやりたいです。こんな欲張りなこと言ってはあれですけれども、そうそう、立ち位置わちゃわちゃ、マジで焦って、本当にやばかった、細かい振り、そう本当にそう、だからまあ頑張りますよ。うんうんうん、そう、今日はね、あんまりあれですね、まあその一番最初の初日のポジションは結構自分的にいいところかなと思いました。やってほしいポジある？あ、お手紙、さっきポスト見ましたよ。こんばんは。攻めの端、遠い、あー
こんばんは。そう、ゆねさんのポジション。こんにちはだな。こんばんは。なんか今日あんまりなんか集中できてなかった気がする。結婚しまーす。こんばんは。そう、グラビアポーズやばいよね。あれアーカイブあ、え、ないの？アーカイブ分からない。星ありがとう。チャンス多いかな。チャンス、チャンス来ますように。こんばんは。うん、まあ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 、赤部あるって。めっちゃこっちゃんか写真が。こんばんは。こんにちは。なん全部外れた。俺ら以外におった。お花組。え、でも結構さ、黄色と黄緑いましたよ。結構見えた。すぐお花の12時に出るのかな。ありがとう。かわいい、ありがとう。初見さん、ありがとうございます。今日は30分のつもりです。グラビアのお仕事、どうかな。でも今日、なんだっけ、きのこさんに会って、帰りにね、きのこさんに会ったので、私もするない、するない、ミッドナイト出たいですって言いました。さあ、始まる。ありがとう。オープニング劇場で見てた。え、嘘、そうなの。たくさん寝れますか。寝れます。え、わかんないです。明日は一限です。そうです、言いました。きのこさんにミッドナイト出たいですって言いました。そしたら、マネージャーさんにいいなって言われた。マネージャーさんに行った方がいい。つまりキュンキュンだ。それはマネージャーさんに行った方がいいよって言われた。ぜひデビューして。明日一限です。月か木は一限、金が2です。これカーテンです、後ろの掛け軸。ひなくさん、お気に入り。でもさ、あの制服が邪魔をするさ、好きなんですよね、曲が。今日、昨日やってるの見てたけど、トゥルルルルン、トゥルルルルン、トゥン、制服が邪魔をする。そう、水曜全休、自由に愛されたいの。そう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 、今回はみかん全がちょっと絡んでたけど、関係ない、あの関係ないからマネージャーさんに言ってくださいって。でもジュニキにも言われる。なんかああいうのは花しか想像つかないって。それもちょっとどういう意味か分かんないけど、いい意味なのか分かんないですけどね。キュンキュンダメリー。まあでも年もね、今年もう私二十歳ですからね。お疲れ、ありがとう。そうそうそう、ココハね。貴重、貴重なの。ああいうのどう見ていいか。それはそう。でもそうだね、それはそうかも。何でしかね、足つってるの。かきれな、こんばんは。見てみたさはあるの。こんばんは。応募する。いや、わかんない、マネージャーさんに話してみよう。こんばんは。
に来た。ありがとう。あえさんを参考に。わかりました。ですね、今これを飲み始めたんですけど、なんだこれ、あ、びっくりした、一瞬ゼリーかと思いました。あ、美味しいよ。クッキルのつんてる、おはよう、ピカピカ、ありがとう。これなんなん、はるみアンドアップルマンゴー。美味しいよこれ、初めて飲んだ。なんかドロドロしてると思わなかったから、ドロドロしてた。びっくりした、ゼリー飲んだかと思った。年越し公演、確かにもう私アンダー20じゃないってこと。アンダー20がいいよ。なんで私はアンダー20じゃないんですか。私はどうして20歳なんですか。やばくない、20歳。やばいよ、みんなに初めて飲んだお酒は絶対に報告するから。2度目の方もありがとう。そうそうそう、そうなんだよ、二十歳になっちゃう、やばいよ本当に。早く生まれたからですね。二度目ありがとう、あつおもありがとう、二度目ありがとう。マジでだってさ、同い年でもね、コグハはあれよ、出れるかも。あんた出てください。はい、じゃあ二十歳間ない、本当？花ち、後半はそうだね。ストロングゼロって、あ、お酒の名前か。あれかと思った、あの、なんだっけ、なんて言うんだっけ、エナドリの名前かと思った。ハートありがとう。ハートありがとう。結婚します。何飲みたいとかないの？いいじゃん。え、マジでそうですよ、高校生でも強しそう。ご飯は同いです、しゃーなし。誰もありがとうね。そうだね、でもね、ゆん、うん、ささやちゃんもうないし。初めて花ちゃん見ました。花ちゃんだよ。なんか前髪やばいな。やばい。やばいやろもう。花ちゃん、花とさえちゃん、何が、そうだよ。夢にもらってあげるよ。なんでそんな、なんかしょうがないからなってほしいんでしょう。誰もありがとう、あなたありがとう、ありがとう。そうだ、18から結婚はできる。あ、薄めの前髪になった、見て、キュンダブさんだった。友達にね、え、違う、16からできるんじゃないんですか。え、この口一緒、ピカピカありがとう。16からじゃないの、私友達にさ16の誕生日にジェクシーもらったんですよ。あれ、はい、何が上がったの、18になったの、そうなんだ。え、めっちゃ止まってる、
そう、私が高校1年生の時はまだ大丈夫だから、まだ16が結婚できる年だったので、そうだから16でゼクシーもらいました。なんかピカチュウの婚姻届が入ってたよくわかんないですよね。でもさ、ゼクシーめっちゃ持ち帰るの重かった。学校に持ってきてくれたんだけど。ゼクシーよりゼクシー。ゼクシーの服かわいいの？ハートありがとう。ユキとか大丈夫？そう。こんにちは、花なの。嫌がらせ。そうだよ、学校でゼクシー渡されたよ。で、私がそれを持って記念撮影させられました。意味わかんないよね、本当に。でもさ、なんかさ、そのそれもね、友達のふざけて婚姻届書こうとしたら婚姻届こうやって破れた。いや、ほんまありがとう。破れちゃって使えなくなりました。なんかさ、そうだよ、本当によくわかんないよね。星ありがとう、音波ありがとう、キュンキュンのぶり。そうだよ、ピカチュウの婚姻届き破れたんだよね。ピカピカありがとう、やっぱりありがとう。いじられキャラなのかな、わかんない。でもそんなこともないと思うけど、どうだろうね。MC 破れると結果できるかもね。ゼクシーバー MC、 え、どうなの、ちょっとどうなの。だから友達、そうだよ、ちょっとどうなんですか、それは。アイドルとしてこのショールームだからさ、ちょっとノリっていうか、なんか面白半分で話せるけどさ、ちょっとなんか画面で書いて送ればいいのか。あ、送ってくれる？可愛がられキャラ、いじりたいキャラ、いじられキャラ、12期のいじられキャラ、12期のいじられキャラ、全然わかんない。いじりたいキャラ、いじられキャラ、誰だろう。セクシーのモデル、あ、ウェディングドレス。いじられキャラとかあんまいないんじゃない？こっちゃん？いや、違うな。ユアとかかけるなとか。え、どうだろう？こんばんは。どうもありがとう。一回大学試験来た。さつきちはいじられないよ、あの子は。いじられてない。え、そうなの？今期が遅れる？そうなの？知らない。いじられてはいる。確かにそれはそうかもね。結婚します。トゥルルル、明日ね。なんかね、ポップコーンありがとう。さやちゃんは6月か7月じゃなかった？面白い女枠号泣でした。確かに、かぐやら鬼ごっこしてないよ。あ、そう、7月でした。ピカピカありがとう、ピカピカありがとう。こんばんは。一番子供っぽいの。え、でもやっぱり年相応なところはあって、ミヤビームさつきちは割とお子ちゃまって感じです。20歳になったら
何したい？20歳になってもさ変わん、あー居酒屋に行きたいですね。そうやびちゃんマジで何本当に子供って言い方がちょっといいのか分かんない。子供赤ちゃんちびっこみたいな感じ。何がダメ？そう最年少、そう予備も踏んでない飲みに行きたい人生分かんないよ。合うかもしんないよみんなと居酒屋に行ったら。はめっちゃもしかしたらめっちゃ酒強いかもしんない話がでめっちゃ飲んでるかもしんない。あれでしょ、確かにそうだね。そう何かが変わるってことね。そうバブちゃんじゃない、おこちゃま声かけていいよ、若い気持ち若く僕はありがとう。あのね多分ねファンのみんなの前ではミヤビームはちゃんとしてますね。だけどめっちゃおこちゃまです。これちょっとちょっとこういうところが可愛いってところがあるんですけど言ってもいいですか。なんかやっぱり最年少2人ってやっぱ可愛い可愛いって感じじゃん。やっぱりみんなから可愛がられる感じじゃん。だからちょっと先輩とか先輩とか近くにいたりすると先輩とかももうミヤビームとサツキチが2人で一緒にいることが多いからその2人を見て可愛いっていう目で見てちょっと可愛いって小声でつぶやいたりしてるんですよ。で多分これちょっと鼻的可愛いポイントね。なんか多分2人はその可愛いって先輩が小声で言ってるのを聞こえてるからちょっとサービスするんです聞こえてないふりして例えばさつきちがミヤビームにさつきちとミヤビームがお菓子を2人であーんってし合ってるところをしてたりとかなんかさつきちがミヤビームをこうやって頭なでなでしてたりとかわかる、この可愛さ多分そうなの、あざっとなんかねなんかそのどこが可愛いかって多分聞こえてないっていう風なのを装ってるんだけどめっちゃ聞こえてんのがわかるの聞こえてるんだろうなって思う顔してるのそれがなんかさなんか可愛いよね。違う悪いとかじゃなくてもう可愛いんだってなんかでしかもなんかそれをなんか私たちがやるとちょっとなんかあれじゃん、あ30分経った、もうすぐ終わるわ。ちょっとそれを私たちがやるとなんかちょっと本当にいやこいつ計算高すぎってなるのにそのさつきちとミヤビームがやることによってその行動さえも可愛いんだってわかる。もう私たちがそんなことやったら、私とかココアがそんなことやったらなんかここはてかその都市的にね、そのわかる、その20の代の方たちがやったらなんかいやちょっと計算高いわってなるけど
ミヤミムとサツキジがやったら本当にそう、あの二人だから成り立つのマジで。それも可愛いの。そう、それもめっちゃ可愛いの。でちゃんとなんかお菓子、なんかミヤミムじゃあこれあげるって、ありがとう、じゃあサツキジこれあげるって感じの、そういう感じ。なんかうちら多分、私だったらそうやってなんか可愛いとか言われてたらそっち見て、なんかそっち見ちゃうの。そっち見ちゃう。でもサツキジとかでミヤミヤも多分チラ見してじゃなんとなくチラ見してるのも分かるの。じゃマジで本当にね、ちょっと可愛いんです、それが。そう、ほらありがとう。でもね、本当に素でそれをやってる時もあるからあれなんだけどね。こんばんは。そう、ちびっこチラ見はそうなの。それも可愛いんじゃん、それが可愛いんじゃん。でだからそれを見て可愛い、なんか微笑ましく見てるそのなんか、あ可愛いねって、そういう話。そうで結局それが終わった後に花にも聞いてくるの。花菜もお菓子食べるって、あ、うん大丈夫だよとか言って、ゆうねさん、ゆうねさん、ゆうねさんさ、ツンデレなんだよね。ちょっとゆうねさんさ、私のとこ、私のここにさ来てさ、あのこれはちょっと自意識過剰かもしれないけどハグされに来てるのに、なんか立ってたらここに来てこうやっていう状況になるのに、ゆるさまに住んでる。こうやってこうやってさ、前もさやってたのって。34分経過、ちょっと待って、ゆうねさんの話終わったらや終わるわ。こう言ってね、ハグされてるっていうか、なんかなんか、ね、ゆうねさんが12期の方に来たら、ハの方に来て、こうやってここに前にゆうねさん来るからこうやってなるじゃん。こうやって知ってて、ゆうねさんがまあここら辺にいるわけよね、ここら辺に。だからなんかあのチューする場合をしたんですよ、ユーって。そしたらキモいって言ってキモいやめてって言って、でもどかないんですでも逃げません。わかりますか、このポイント。ツンデレです、ゆうねさん、かわいいかわいいです、ゆうねさん。こんばんは。でもゆうねさんミヤビームが好きって言ってました。そうそうです、私はもうツンデレママと喜んじゃってるんで、そうゆうねさんにキューってしようとしたらそう、花ツンデレできないですよ、やっぱり先輩なんで。先輩ゆうねさんね、ゆうねさんね、ね、私泣いてないのにゆうねさんに何か「何で泣いてんの?」って言われる、いつも言われる、いつもで前言われて、道言われて、何か普通にいるんですよ、普通にいるのに、何か「え、何泣いてんの?」「母ちゃん何泣いてんの?」って言われて。泣いてないですよって、何泣いてんのって何か言われるから、ゆうねさんからお休みって来ないので泣いてますって冗談で言っちゃいました。ゆうねさんからお休みって来ないのでゆうねさんには私は言いじられますねそう、でもすごいありがたい、そういう絡み方してくださってそう、楽しい楽しい楽しい
MC そうはい、何時を読みます。13位かわいいくろみちゃんありがとう。12位ももついちんありがとう。11位テニスボールありがとう。10位メロンパイヌありがとう。9位カステラありがとう。8位カリラスカルありがとう。7位リラックマありがとう。6位黒猫ありがとう。5位アマビエありがとう。4位パンダありがとう。3位魔法少女ありがとう。2位あくるみさんのおばたの方ありがとう。1位キャムヒヨコありがとう。ありがとうございました。今日も配信架空の手紙大勢で撮った写真それさせて一元なので頑張ります。おやすみまたな。バイバイ寝るよ。おやすみまたな。バイバイまたな。おやすみまたしてね。バイバイ。